の内容の方に入っていきたいと思います。このページではですね、この授業で、使う資料の表記だったり、約束や慣習を説明、しています。重要なところだけちょっと拾って説明して、いきたいと思います。この授業の資料の中で、変数 X の範囲を限定せずに、ある命題 P、変数 X を使った命題 P を参照する場合には命題 PX が文脈上意味ある範囲で X の範囲が限定するものとしましょう、ものとして、解釈してください。あと設定が不明な明らかでない場合には文脈上最もらしい解釈で、理解するようにしてください。またそういうことがないようにしてるんですけれど、設定に不備や矛盾がある場合には文脈上最もらしい修正を施して理解するように、してください。あとここら辺はあれですね、表記ですね。このナンバーオブ A、って書いて、A の集合 A の要素数を表すことがあります。あとは重要なのは、そんなとこですかね。はい。では、講義の内容の方に入っていきたいと思います。このページではこの授業の主題である符号理論、というものが扱う工学的な意味というのを説明していきたいと思います。授業のタイトルにもある符号理論というのは以下のシナリオで現れる技術問題を扱うものです。皆さんの身の回りにですね、コンピューターが ありふれてると思いますけど、例えば皆さんが持っているスマートフォン、や時計、やですね、デジタル時計、や、テレビやゲーム機、ノートパソコン、ありとあらゆるものですね。コンピューターが扱う情報っていうのはデジタルのデータになっていて、あるですね、物理現象、電圧が高いとか低いとか、電荷が溜まってるとか溜まってないとか、そういう物理現象に対応させた、させて、そのコンピューターを動作させています。そのデジタルデータはその2種類の物理現象0と1に対応させていまして、0と1からなっているんですけれど、そのコンピューターの内部で、そのデジタルデータがノイズによって、0とされているはずのものがですね、1になって電圧が低く保たれているはずのものが高くなってしまったり、電荷が溜まっていたコンデンサーが電荷がなくなってしまったりして、0が1になったり1が0になったりしてしまうことがあります。でもコンピューターは、人の命を扱った医療機器やですね、交通機関で扱うですね、コンピューターは人の命を預かることもあるので、この内部で、情報が誤って、扱われるっていうのは重大な事故を引き起こすことがあるわけですね。で、それを防ぐための技術がこの符号理論というものです。
で、どのようにですね、この誤ってしまったものを直したり、その誤りに気づいたりすることができるのかっていうことなんですけれど、そのキーとなるのがこの冗長性というものです。で、データに冗長性を付加することによって、データの一部がノイズによって誤っても、その誤りに気づいたり、その誤りを復元することができる。で、これが、この授業で扱う符号理論の工学的なご利益です。で、例えば僕たちもですね、人間も、まあ、コンピューターじゃないですけれど、この情報に冗長性を持たせて、この会話などで、ノイズが乗って誤って伝わってしまっても、そのデータを正しく修正したり、その誤りがあるってことに気づいたりすることができます。例えばですね、今日の日付は9月26日ですけれど、9月26日っていう情報をお伝えしたいときに、曜日を伴って伝えることがよくありますよね。で、これはその9月26日木曜日という情報をお伝えする、9月26日っていうことだけをお伝えするには、木曜日っていう情報は26日っていうことが伝わればもう分かりきっていることなので、冗長な情報なわけです。でも、この9月26日の木曜日ということを伝えることによって誤りが生じても、その誤りに気づくことができるんです。例えば9月25日の木曜日っていうふうに伝えてしまったら、それを聞いた人は9月25日は水曜日なのに、木曜日と言っている。これはなんか情報、このお伝えするた時に、伝えられた時に何か聞き間違いをしたか、その誤りがあったに違いないと。それでもう一回正しい指示を教えてくださいというふうに、することができるわけです。あとですね、これはまさに、この符号理論を使った応用例なんですけれど、ですね、映画を見たり、ゲームをしたりするですね、DVD という光ディスクがありますけれど、あれはですね、光ディスクの表面に、情報を書き込んで、いるわけですけれど、その情報がですね、表面ディスクの表面が傷ついてしまって、うまく読み取れないということはよくあることなんですね。皆さんのですね、家で弟や妹がですね、舐めたり控えたりした DVD でも、その DVD プレイヤーはうまく読み取ってくれますよね。それは、その DVD に書き込まれた情報に冗長性が書き込まれていて、その冗長性によって、もともと書き込まれた正しい情報はこれ、だと推定して、こうなんじゃないかっていう推定、が働いて、正しい情報が取り出せている、わけです。あと皆さんの身近によく最近使われている QR コードっていうものがありますけど、これが QR コードは一部をですね、削ったり黒く塗りつぶしたりされても、破れたりしても内容を正しく読み取ることができます。これは次回のですね、演習の時間に、その QR コードのその訂正能力というとを皆さんにも実感してもらえるような演習を用意しています。あと、Wi-Fi や、携帯電話の電波などを使って通信をして、スマートフォンで通信することができますけれど、その弱い電波の場所であっても正しく情報を受信したり送信したりできるっていうのは、この符号理論のおかげなわけです。で、次のページでは、この講義と関連する講義との関連をですね、説明したいと思います。
皆さんは前期かな、前期の授業の通信理論で、エントロピーや相互情報業、通信路用業や通信路符号化定理、ランダム符号化というものを学んだと思います。でこれは情報をノイズがある通信路 を通して、送るときに正しく送信者から受信者に送るためのスピードの限界を教えてくれる定義や理論のを勉強したものでした。で、この通信路符号化定理というものの中で使われていたランダム符号化というものがありましたけれど、これは実際にランダムに符号化することで通信路で与えられた通信路用量を達成して誤りなく情報を伝えることができるという方法だったんですけど、これは実際に僕たちがですね、使っている LSI を使ったコンピューターではこの方法はですね、複雑すぎて使うことができません。で、それをですね、コンピューターにも低計算量で実現できるような実用的な方法を与えてくれるのがこの授業で扱う符号理論です。本講義では、現実的な符号化法で、LSI にやソフトウェアで、も簡単に実装できるような現実的な符号化法を勉強するということがこの授業で学ぶことです。しかしですね、通信理論で学んだ通信路用業に近いレートで、誤りをなくすというところまでの符号化方法は勉強をすることはしません。で、大学院の講義の情報通信理論という講義で、勉強するですね、符号化方法を使うと現実的な計算、業で現実的な符号化方法で、通信路用業を達成する方法を勉強することに、なります。